皆さんこんにちは。岡田市は東京国際空港羽田空港第3ターミナルに来ております。羽田空港の第3ターミナルということで、今から国際線に乗ります。で、今回行く行き先なんですが、アメリカロサンゼルスですね。先月ニューヨークワシントンに行ったんですが、今回ちょっと西海岸ロサンゼルスに久しぶりに行きます。で、利用する航空会社なんですが、今回 ANA 使ってね、ロサンゼルスの方まで向かいます。約4日ぐらい前かな、 YouTube 上のアンケートで、ポッと唐突に、5つの都市を挙げてアンケート取ったと思うんですよね。あれ実はですね、行き先を決めるアンケートでして、あれアンケート開始してから2時間で、まあ、個人的に締め切ろうと思ってたんですけども、まあ、その時の段階で一番多かったのがロサンゼルスだったんですよね。なのでちょっと今回ロサンゼルスに行くことにしました。はい、羽田発ロサンゼルス行きの ANA に乗るのは今回初めてなので、まあ、ちょっと楽しみなわけではあるんですけどもね、まあ、羽田空港今の時間が午後7時前ということで、これから国際線どんどん出発ラッシュになるので、めちゃくちゃにぎわってくるような時間帯になります。で、羽田空港 ANA に関しては国際線第2と第3どちらも使っていて、アメリカ路線に関してもね、ニューヨークとか、そっち方面の路線は、第2ターミナル使ってたりするんだけども、ロサンゼルス線に関しては今でもね、第3ターミナル使っています。なのでその辺は間違えないようにしてください。はい、ということで今回は羽田発ロサンゼルス行き ANA のプレミアムエコノミーですね、こちらを使って今回行く予定なんでよろしくお願いします。スケジュール見てるんですが、今回上から2つ目のロサンゼルス行きですね、 ANA の NH126 便に乗ります。他にもシアトルも、第3ターミナルなのかな、ホノルルとかその辺は第2ターミナルになってるんで、本当ややこしいね。なんかそこまで規則性っていうのもなくて、アメリカ路線に関しては本当第2と第3どっちも使ってるんで間違えないようにしてください。ヨーロッパ線はね、全部第2ターミナルになりましたね。はい、ということで、できれば第2ターミナルから出発したかったんですけども、もうロサンゼルス行きは第3ということでこちらの方に来ています。はい、ではちょっとね、今もう7時前で、今回9時5分発のフライトなんですよね。で、搭乗開始8時45分とかなんで、ちょっと早めに行ってもシャワー浴びれるかな。今ね、 ANA のスタッフの方に聞いたんだけども、20人待ちみたい、 ANA ラウンジのシャワールームが。20人か、あと2時間で搭乗開始、ちょっと行けるか分かんないけども、とりあえず、ラウンジの方に突ろうと思います。 ANA はロサンゼルスに1日3便飛ばしているのかな。で、今回利用する21時5分発の羽田発と、あとね、0時台にも羽田発のロサンゼルス行きがあります。3時間差でロサンゼルス行きを羽田から飛ばしているということで、今回僕が乗るのは21時発なんで、これ夜便という扱いなんですよね。で、0時台のやつは深夜便という扱いになります。夜便と深夜便の違いというのもありまして、それは機内食ですね。今回乗る21時発は夜便なんで、離陸した後すぐ夕食がね、提供されます。まあ、それに対しまして深夜便の場合はですね、離陸した直後に、まあ、軽食、お菓子の詰め合わせみたいなのが配られて、もうすぐ消灯するんですよね。で、朝に朝食として機内食が提供というパターンです。まあ、今回は夜便なんで、朝にも朝食提供されます。なので、機内食を楽しみたいんだったら21時台発のロサンゼルス行き乗った方がいいですね。0時台の方だと機内食1回分少ないってことになるので、一応まあこういった情報もね、付け加えておきます。今回は夜便のロス行きですね。 ANA のチェックインカウンターはまあこんな感じ。ビジネスクラス用のところもそこそこ並んでて、奥のエコノミーのところも結構混んでるね。奥はユナイテッドか、ユナイテッドのところなんかめちゃくちゃ並んでる。まあ、そんな感じで羽田空港本日も盛り上がっております。ユナイテッド航空のアメリカ便とかはもう多分基本出ていってるんじゃないかな。まあ、あとグアム便とかそういったのが残ってるぐらいだと思いますけども、でもなんでこんな並んでんだろうね、ユナイテッドのところ。ちょっとわからない、遅延してるのかもしれないね。ユナイテッド航空って基本はなんかデフォルトで遅延するのがまあ当たり前の航空会社ではあるので、はい。まあ、そんなこと言ってるうちにちょっと時間もどんどん過ぎていくんで、もう早速ですけども日本出国してね、制限エリアの中入りましょう。今のところ保安検査場空いてていいです。この後1時間後ぐらいからはめちゃくちゃ混み出すので、早めに抜けちゃいましょう。今回はプレミアムエコノミーなんで、ビジネスファーストではありません。ビジネスファーストだと優先レーン使えるんですけども、プレエコとか上級会員持ってる場合でも使えないので、この一般レーンに並んで保安検査抜けて日本出国します。日本出国しました。保安検査も、まあ、そんな並んでなかったんでね、サクッと抜けれています。まあ、今回9時5分発なんで、普段結構羽田から深夜便ね、使うことは何度かあるんだけども、9時台の便に乗るっていうのはなかなかないので、ちょっと早めにラウンジ行きましょう。もう今の時間が午後6時50分ですね。タイムリミットは2時間、果たしてシャワー使えるか。まあ、今回夜便なんでシャワー使えなかったらね、結構きついな。し、こう外で浴びてもよかったんだけど、まあ、20人待ちって言われたんで、さっきの段階で20人ならいける気がする。2時間あれば。 ANA のラウンジはだいたい110番ゲートの近くにあります。今回111番ゲートからなんで近くて助かります。よし、では行こう。ダイヤモンドだったらね、スイート入れるんだけど。あ、ちなみにあのステータス持ってない人でもプレミアムエコノミー利用する場合はね、 ANA ラウンジ使うことができます。まあ、プレエコ利用するメリットの一つかもしれないね。まあ、ステータス持ってるとね、また関係ないんですけども、入ってすぐ受付で、今日は夜便ということで、さっきも言いましたけど、離陸したら機内食提供されるんで、まあ、ラウンジでの食事はもう正直いいかな。
飲みもちょっと飲む程度にしとこうかなと思ってます。さっきちょっとすき焼き食べたばっかりで全然腹減ってないしね。では入ります。ラウンジ受付済ませました。受付入ったところの機械でねシャワーの予約を済ませます。とりあえず109番で今20人待ちでした。まだなんとか浴びれること願ってます。7室あるのかなシャワールーム。 ANA ラウンジ今の時間帯は、まあ、混んでるんだけどもう激混みやばいって状態ではないです。ただこれから先、まあ、ターキッシュのトリプルとかあとシンガポール航空タイ航空であとアシアナ航空こういった便もあるのでスターアライアンス系のラウンジ羽田ここしかないからね全員集中するんですよね。ここにで ANA も深夜便がありますからいくら第2ターミナルに移ってるといえば、まあ、第3ターミナルから出る便も今日まだ多分5、6便あると思うので今からラウンジめちゃくちゃ混んできます。ただまあ今午後7時前なんだけども午後9時とか10時とかと比べると空いてる、うん、全然座る席もあるって感じですね。これから混むよラウンジ。フィンエアとかあと ANA とかもいろいろ止まってますね。今回機材787になってます。ラウンジ内こんな感じです、まあ、見てもらったら分かる通りいつもの夜の9時10時とかと比べると全然空いてますね。テーブルのカウンター席も空いてるし僕がよく使う奥のねソファー席も今は全然空いてますわ。まあ、ANA ラウンジということで食事ももちろんあるわけですけどもさっきも言いましたけども今全然お腹減ってないし今日機内食出るので離陸したらすぐにね今日は控えておこうと思ってます。羽田空港の ANA ラウンジに来ると基本的にいつもこの奥のねソファーのスペースに来てますね。クッションも置いてあって結構快適です。で端っこの方なんであんまり人も来ないしね静かでいいですわ。ここ周りみんななんか食事してるの見るとちょっと腹減ってくるよね。さっき食べないとか言ったけどまたどうせ気が変わって結局ちょっとつまむことになりそうな気がする。とりあえずちょっとパソコン作業とかもいろいろしたいので作業しながらねここで過ごします。時刻はですねまもなく19時40分になります。今シャワーの待ちあと12人ですね。まだ8人しか減ってない。40分で8人かちょっと危ういかもね。まあなんとかあと1時間10分あるので使いたいな。これシャワーなしだと結構きついな。今回10時間、まあ、9時間半くらいのフライトなのかな。そこそこ長いからねロサンゼルス西海岸といえどあんだけね食べない我慢するって言ったんだけど結局食べちゃう。ちょっと梅酒のソーダ割りだけ飲みたかったんで入れて横にねたこ焼きとかがなんか僕を見つめてたんですよ。見つめられるとねもう取っちゃうじゃないですか。たこ焼きと唐揚げとあとおにぎりですね。それだけ軽く取ってきました、まあ、ラーメンとかうどんとかも食べたいんだけどそれはちょっとさすがに我慢する。これだけ許して本当にすいません。野菜食えよって感じなんですけどもね野菜もちょっと後で取るちょっとだけ食べようかな。ラウンジ出ました。残念ながらタイムリミットが来てしまいました。あと2人。20人だと2時間かかるねシャワールームマジか。もう一応ね顔洗ったりとかそういったのは済ませたんでまあなんとか耐えではあるんだけども、残念だね。夜行便乗るときシャワーないの結構きついな。外で浴びたらよかった。お金払って1000円払ってね外のティアットのシャワールーム使えばよかったね。まあいいや、まあ、そんなこと言ってても時間来たのでラウンジ出てゲート向かいます。20人だと2時間かかりますシャワールームね。一応参考に伝えておきましょう。35分搭乗開始だったんですよね。45分と思ったんだけど、まあいいや、あと2人だったんだけどね残念です。今回111番ゲートということで近くですね。ゲート前に来ましたロサンゼルス行きの NH126 便になります。20時35分搭乗開始21時5分出発ですね。今日ほぼ満席なのかな。プレーコーさっき、ね、座席マップ見てないんだけども一応窓側取ってます。プレーコーはね14席あるんですけどもまもなく搭乗開始です。今回なんですけどもボーイング787のダッシュ8になるんですよね。ビジネス、プレーコー、エコノミー3クラスになります。ビジネスはクレイドルではなくて普通にスタッカードシートになるんですけども184席しようかな。結構珍しい787ダッシュ8になりまして合計5機しか ANA 所有していないやつですね。プレーコーはね確か14席でエコノミーがかなり多いタイプの787になります。まあ、これでねロサンゼルスまで太平洋横断して約10時間のフライトです。アメリカ路線は優先搭乗の人も多いですね。大谷翔平選手、あそういやロサンゼルスドジャースですもんね。あれ見に行こう。ミーハーやから大谷選手の壁画
では787よろしく、まあ、もうプレイコアね今まで何度も紹介してるんで、まあ、今回簡単にやりますね。10時間か長いな、頑張ろう。今回ビジネス最初取りたかったんだけど、もう直前すぎてね満席で取れませんでした。プレイコアなんとか空いてたって感じかな。分かれ道は今回右です。機内入りました。プレミアムエコノミー、先ほども言いましたが232のシート配置で合計2列14席あります。787のプレイコですね。今回は前方のねプレイコ指定しています。なので目の前はもうすぐビジネスクラス。いやビジネスいいな、満席だったんで今回はプレイコで頑張ります。まあ、プレイコも十分快適ですからね。隣が来るかどうかはちょっとまだ分かんない。来なかったら最高だね。まあ、他の東南アジア路線とかで使われている787のプレイコと全く一緒です。まあ、座席の上にはブランケットとクッションが用意されてますね。最前列に関してはモニターは収納式になっています。まあ、一番前なんで前は壁になるんですけども、まあ、最前列の方が若干足元広いと思います、2列目よりもね。まあ、その代わりフットレストとかそういったのはありません。まあ、あとはモニターがね離着陸の時使えないっていうことぐらいかな、欠点としては。で、まあ、プレーコなのでスリッパとこれ安全のしおりですね。787でこれがヘッドホンになります。後ほどプレーコの乗客には歯ブラシとか耳栓、アイマスク、そういったアメニティが配られます。まあ、ビジネスみたいにねアメニティポーチはないんだけどアメニティくれます。スリッパに履き替えたいんですけども、ちょっと離陸してから履き替えますわ。何があるか分かんないけどね、緊急脱出とかしないといけない可能性も十分あるので、スリッパに履き替えるのはまあ離陸してからがいいんじゃないかな。モニター出しました。この後また収納しないといけないんですけども、今はまだね使えます。ちょっと古めだね。プログラム自体は他の787と変わんないけど、古さを感じるモニターです。まあ、ANA は映画のラインナップとかもかなり豊富に用意してくれてますね。日本の映画ちょっとね、日本の映画のラインナップ今回ちょっと悪くて、あんまりなんか興味そそるものが正直ないというか、うん、もう大体見たっていうのもあるんだけど、クレヨンしんちゃんはあるわ。あ、沈黙のパレード今日見ようかな久々に。あ、これ面白いよ、移動事例は音楽隊ね、阿部寛のやつ。まあこんな感じですね。まあいつも通りって感じです。若干タッチパネルの反応が悪い気がするけど、ロサンゼルス太平洋横断してアメリカの西海岸に向かいます。時差16時間ぐらいあるんじゃないかな、確か。かなりの時差ですよ。到着するとまだ24日今日ですからね。ちなみに到着は現地時刻でだいたい夕方前かな、3時ぐらいだったと思います。今日これ多分隣来ないね、最高だわ。なら今日エコノミーもかなり乗ってそうなんで、めっちゃ快適に行けそうな気がする。21時5分ですが今ドア閉まりました。隣は空席最高です。ビジネス満席、エコノミーも見た感じほぼ満席ですね。個人用モニター使えないのでこれで見るという形ですね。21時18分プッシュバック開始です。
隣は787のダッシュ9ですね。あっち多分シアトル行きなんじゃないかな。シアトルだったらね、大体8時間半ぐらいですかね。ロスとかよりかは近いです。先ほどね、CA さん回ってきてくれた時にアメニティはもらいました。歯ブラシとマスクとアイマスクですね。この3点セットもらっています。他にもね、耳栓とかそういったのもありました。まあ、耳栓は使わないんで、この3つで十分ですね。あとはですね、プレミアムエコノミー利用してる人はドリンクの部分ってちょっとエコノミーと差別化されてるんですよね。シャンパン、ワイン、日本酒、梅酒、焼酎、これらもね注文することができます。今ちょっと画像でエコノミークラスのドリンクのメニュー貼ってると思うんだけども、これに加えてこのプレミアムエコノミークラス用の特別メニューがいただける形ですね。まあ、こういう感じで若干差別化取られてます。あとはですね、軽食、プティフールとスープ。プティフールってあれよね、なんかケーキみたいなやつよね。多分ね、ビジネスクラスとかで余ったデザートを長距離戦とプレーコだとね提供してくれるんですよね。であとスープは、これ多分スープパスタのことだと思います。若干ねサービス内容で差別化されてますね。うるさく聞こえると思うんですけど、意外とエンジンの横ってそこまでうるさくないよね。 ANA は夜間も照明真っ暗にしないんで反射するんでね、ちょっとこんな感じになっちゃいます。すいません。無事に羽田空港離陸しました。約10時間ですね。太平洋を越えてアメリカ西海岸ロサンゼルスに向かいます。タイムトゥーデスティネーション9時間24分ってなってるね。これがフライト時間です。まあ、だいたい9時間半。フランシスコとかよりもロサンゼルスの方が若干所要時間長いと思います。羽田サンフランシスコ線はね、777なんですよね。ロサンゼルスは羽田2便とも787ですね。今回の便は深夜便ではなくて、まあ、あくまで夜便ですから、この後ね、すぐに夕食が提供されます。離陸してから15分ぐらい経つんですけども、まだベルトサインは消えないですね。国際線なんで Wi-Fi は有料です。なんか JAL の国際線、いよいよ Wi-Fi 無料化に動き出してるみたいですね。いやー、まあ、そうなると多分 ANA も追随する形になると思うので、今後日経アラインは国際線でも Wi-Fi 無料っていうのも、なんかそう遠くない未来のうちに実現できそうですね。で、一応もね、モニターとかリクライニングは使っていい許可が出ています。ソルトレイクシティとかもちょっと行ってみたいな。グアム、ホノルル、サンフランシスコ、ボゴダ、リマ、そういったところまで出るんですね。
ようやくベルトサインが消えました。プレイコとビジネスのところはもちろんカーテンで閉められます。ここから先はビジネスクラスだから入るなよという感じですね。で、まあ、この後機内食が提供されるんですが、本日夕食2種類あります。ハッシュドビーフか鶏の照り焼き丼なんですよね。これはねちょっと迷う、どうしよう、悩むんだけども、まあ、日本初なんで和食鶏の照り焼き丼に今回はしようかなと思ってます。ハッシュドビーフもうまそうなんだけどね。プレーコはですね、エコノミーの中では一番最初にサービスを行ってくれるので、まあ、機内食が売り切れになってるとかね、そんなことはありません。多分もうちょっと時間かかると思いますけど、待ちましょう。ちょっと眠たくなってきたんで、パッと機内食食ったら寝よう。まあ、今日みたいなね、エコノミーがかなり混んでるときは、本当にプレーコにする価値は十分あると思う。エコノミー見た感じもうほぼ満席なんで、もちろん3席独占なんて無理ですわ。そういった時にプレーコで、しかも隣空席ですからね、これは最高ですよ。ただプレーコの座席ってアームレストを上に上げることができないので、まあ、仮に隣人がいなかったとしても横になって寝ることとかはねできません。なのでエコノミー3席独占もしくはプレーコ1席だったら、エコノミー3席独占の方がね横になって寝れるんで快適かな。まあもうそればかりは運次第なんで何とも言えないね。久しぶりのアメリカの西海岸ということでちょっと楽しみです。テンション上がってくる。そうやなんですけど、ちょっと今回ね Wi-Fi 課金してみました。 ANA の Wi-Fi なんですけど、フルフライトプランで 21.95US ドルですね。なので、まあ、大体日本円にすると3000円ぐらいです。で、今ちょっと使ってるんですけども、結構速度速い。 ANA の Wi-Fi ってね今まで結構遅いイメージがあったんだけど、 JAL の Wi-Fi 結構速いんだけどね。 ANA もだいぶ改善されたなっていう感じがします。 ANA の Wi-Fi に課金するのはかなり久々かもしれないね。ということで、あのツイッターとかは全然できるし、 YouTube とかはちょっと見れないですけども、ネットでのやり取りとかメールの送受信とかそういったのは滞りなくねやることができます。まずはですね、ドリンクとスナックからの提供になります。太平洋上でいただきます。安定の香るカボスにしました。この後ね食事提供された時にアルコール、ちょっとビール飲みたいんで頼もうと思ってます。あとはこれスナックですね。スナックミックスなんか変わったよね、まあ、中身は多分ほとんど一緒だと思うけど、まあ、長距離戦なんで、まあ、エコノミープレーコであっても、まあ、こんな感じでねスナックドリンクから提供して、でこの後食事が提供されるという感じになります。結構時間かかるね。機内食が提供されました。今回なんですが、先ほども言いましたが鶏の照り焼き丼選択しました。めちゃくちゃうまそうじゃん。写真で見るよりもうまそうだわ。量もねそんなめっちゃ多いってわけじゃなくてちょうどいい感じの量だと思う。これは楽しみ。照り焼きですからね。あとはアイガモかな、小鉢はナムルもあるね。でクラッカーとチーズ、キリのチーズですわ。でドリンクなんですが、ビール頼むとプレモル提供されました。まあ、他にもね日本酒とかウイスキーとか、まあ、いっぱいあるんですけども、まあ、ちょっと個人的にビールの気分だったんでビールにしています。一番絞りないのはちょっと残念だけど、まあしゃあないわそれは。あとね冷たいお茶もいただきました。でサラダですね。なんか他にもなんかの出汁、京都のなんかどっかの料亭の出汁もいかがですかって言われたんだけど、それはちょっと断りました、まあ、いわゆる味噌汁的な役割かな。ちょっと飲み物ばっかり飲んでるんでタプタプなるんでね、まあ、今回はこれにしておきます。
ラウンジでたこ焼きと唐揚げとポテトしか食べてないんで、ちょうど腹も減ってきたし、いいですね、最高ですね。デザートいただきました。デザートなんとね、ハーゲンダッツでしたね。しかも僕が一番好きなクッキー&クリームということで、これは最高だわ。ANA とか JAL とか、あとキャゼーとかもハーゲンダッツ提供してくれるよね。なかなかね、ハーゲンダッツ出してくれる航空会社というのは少ないので、エコノミークラスとかでね、まあ、エコノミープレーコで、まあ、これはさすが ANA ですね。食後にホットコーヒーいただきました。本来だったらね、ハーゲンダッツと同じタイミングで配る予定だったみたいなんだけども、ちょっと揺れがね、小刻みな揺れではあるんですけど続いてるので後からになりました。まあ、もう夜なんですけどもね、僕あのカフェインとっても全然寝れるので、ホットコーヒー飲んで一息ついてね、睡眠に入ろうと思います。もうかれこれですけど、離陸してから大体2時間半ぐらい経ってるのかな、もう結構経ってるんですよ。何気に太平洋もかなり進んできて、もう日付変更線も間もなくっていう感じではあるんだけど、あと大体フライト時間が7時間とかそれぐらいかな。で、多分2時間前とかになると着陸前の機内食提供されると思うので、まあそろそろ寝た方がいいのかなと思ってます。さっきちょっとトイレ行くときに後ろ見てきたんだけど、エコノミーもう9割8分埋まってる。めちゃくちゃ混んでるわ。マジでしつこいけど、隣今日空席っていうのはプレーコーなんだけどね、すごいラッキーですわ。なんか最近こういうフライト多いよね、結構運がいいというのか、日頃の行い多分そんなに良くないと思うんだけども、まあ、ゴミみたいな人間なんでね、まあ、でもなんかありがたいことに快適に移動させてもろてます。まだ前のビジネスクラスはカタカタと食器の音聞こえるんで、多分機内食食べてる頃なんでしょうね。最前列なんで一番最初に終わるっていうのはプレーコの利点です。ビジネスとかになってくると夕食はがっつりコース料理になるので、アペタイザーから始まってね、メイン食べてデザートと、めっちゃ時間かかるんですよね。特に今日みたいな満席の時は後ろの方だとかなり時間かかるんで、夜便で早く寝たいっていう場合はプレーコとかみたいなワンプレートでパッと出してくれる方がいいですね。プレーコエコノミーのようにね、全然美味しいし。機内の照明も真っ暗になりました。ちょっとねパソコン作業したかったんでカタカタやってたんですけども、とりあえず一段落したんで僕も寝ようかなと思います。もう今ね日本の時間だと日付変わって0時半とかなんですよね。離陸して3時間ぐらいが経過しています。あとだいたい6時間半ということで、ちょっと3時間ぐらい寝たいね。あんまり寝すぎるとね、あの時差ボケとかになっちゃうので、到着が3時とかなんでね、昼の、まあ、3時間から4時間ぐらい寝れたらいいかなって感じで思ってます。でちょっともう、ね暗くて全然伝わらないんだけども、これレッグレストかなりいい感じに上がるので、あの日本航空の A350 脱出線みたいに水平にはならないんだけど、めちゃくちゃちょうどいい角度まで上がってくれる、超快適で、リクライニングもねエコノミーと比べてかなり倒れるんで、いいねプレーコの座席改めて。まあそんな感じで3時間から3時間半寝ます。おやすみなさい。前の共用のモニターも消えましたね。おはようございます。もう完全に外は明るいですけどもね、朝になっております。あれからねだいぶ寝てましたね。実は寝る前にね一杯だけシエさんに勧められてシャンパンいただいたんだけど、それがすごいいい睡眠導入剤になってね爆睡できてました。飛行機はまだ太平洋の洋上にいますけども、もうそろそろ太平洋を渡りきりまして、アメリカ大陸、アメリカ西海岸もねそろそろ見えてきた感じ。残りが2時間と少々ですね。東京羽田空港離陸してから7時間ほどが経過しました。まあ、このタイミングで朝食が提供されます。まあ、今日本の時間が、まあ、朝ですわ日本も。なのでまあ朝食って感じ。
ロサンゼルスの時間でいくと今12時49分ですね、昼の。なのでまあ朝食というよりかはどちらかというと昼食になるのかなって感じではあるんですけどもね。外こんな感じで普通に明るいですからね。離陸してからもう4時間ぐらい経つと、もうなんか遠くの方は結構明るい感じはしてました。電子シェードなんで真っ暗なんですけども、日中に向かって飛んでいく便ですからね、今回の NH126 便というのは。はい、そんな風に思うところです。で、今ねおしぼりもらいましたね。で、まだ朝食も2種類用意されていて A と B があるんで、まあ、どちらか選択して食べるわけなんですが、朝ですからね、胃に優しい和食、この紅茶系丼の方をね選択しようかなと思ってます。てなわけでまだだいぶ寝ぼけとるんですけども、機内食を待ちましょう。機内食提供されました。今回和食にしたもしました。鮭の彩りご飯ですね。これなんか何回か見たことあるよね。東南アジア発日本行きの深夜便とかでも朝食でこれ似たような提供されることがあります。あれと同じじゃないか、多分何回か食べたことあると思う。で、日立のヨーグルト、あとはフルーツ、リンゴとパイナップルになります。冷たい緑茶と、あとは目覚めの香るカバスネ、ね、いただきました。まあこんな感じ、朝食ですからね、ちょうどいい量です。周り見ててもね、みんな一斉に起こされたんで、なかなか起きた一気にね、がっつりした食事って結構むずいもんね。これぐらいの量がちょうどいいと思う。美味しそうです。食後に紅茶いただきました。ストレートですね。もうあと1時間と大体30分ぐらいで着陸となります。ロサンゼルス空港。ロサンゼルスは結構久々ですね行くの。前回西海岸はサンフランシスコだったので、もし東海岸線ニューヨークとかワシントン、シカゴだと、まあさらに2時間半ぐらい長いかな。アメリカ大陸横断する形になるんでね、まあ、やっぱ西海岸線は体感的にもちょっと短く感じますね。ちなみに前のビジネスクラスの方はまだ電気消えてるような感じがするんだけど、さすがにあるか、機内食サービス始まってんのかな、全然わかんない。まあビジネスとかは割とね個別に対応してもらえるからね、エコノミープレイコは全員一斉に始まるけど、そういった違いはあると思います。にしてもね、ほんとこのレッグレストすごくいいわ。めっちゃフィットする。このぐらいの角度がちょうどいいかもね。わけで、あとまあ1時間と30分ぐらいですけども、もうちょっと寝ようかな。食後の食っちゃね食っちゃね状態になりますけども、多分あとまあ1時間ぐらいすると最初の着陸態勢、結構 ANA はねギリギリまでリクライニング倒させておいてくれるので助かるね。もう中国系とか乗ると着陸の1時間前にはもう最終の着陸態勢とかに入ったりするんで、準備にね結構世話しないんだけど、日経は割とギリギリまで OK ですよね。アメリカの天気はどうでしょうか。晴れてることを祈る。今回もねアメリカにはエスタで入国します。あと大体35分ぐらいで着陸となるんですけども、最後にね飴が配られましたね。あとペットボトルの水も1本もらいました。アメリカでロサンゼルスってかなり物価高いんですよ。アメリカの中でも体感でいくとね、東海岸よりも西海岸の方が物価高いですよね。でホテルもね今ちょっと Wi-Fi 繋いでるんで予約したんだけども、1泊2万9000円でした。結構狭い部屋よ、アパホテル並みの狭い部屋、まあ、評価はまあそこそこいいホテルなんだけど、ちょっとやっぱ今日はドミトリーは嫌だなと思ってね、まあ、ちょっと贅沢してホテル取ったんだけども、まあ、リドル東京付近で1泊2万9000円マジかって感じでね。ちょっとあの水も高いんでね、アメリカで買うと
機内だと無料でもらえるんでペットボトルの水ねちょっと1本もらいました。しかも黒部の水だからうまいしね、日本の名水百選だよ。はい、ということでもうあと数分で着陸態勢に入ります。もうそろそろベルトサイン点灯すると思います。ビジネスクラスのカーテンも開けられましたね。ちなみになんだけど、この787のビジネスクラス、スタッカードシートでフルフラットにはなるんだけど、ちょっと古めのスタッカードなんですよね。僕の動画だと以前成田メキシコ線とかで紹介してるかな、あと東京シンガポール線とかでも確か乗ったと思うんだけども、この飛行機11年きれい経ってるんで、かなり初期に作られた787なんですよね。 J814A なんで、スタッカードシートではあるけど、コンセントとかがモニターの下についててちょっと使いにくい、ビジネスクラスのシートではありますね。悪いシートでは全然ないけどね。他の787後期に作られたダッシュ9とかのスタッカードシートの方が使い勝手はいいです。あ、着いた。これ着陸態勢に入った合図かな。今見えてるサイドがビバリーヒルズとか、そちらサイドになりますね。まあ、ロサンゼルスは貧富の差が激しい街という認識があるんですけども、ハリウッドスターなどね、まあ、スポーツ選手もそうですけども、超大金持ちもいるし、まあ、あとはホームレス、そういった方も非常に多い街なんですよね。一歩危ない路地に入ると一気に犯罪率も上がる、まあ、そういった街です。まあ、サンタモニカとかね、有名な観光地とかも多いですけども、まあ、今回は久しぶりということで、まあ、前回サンタモニカとかは行ってるので、まあ、もう今回はちょっとリトル東京をね、ちょっとゆっくり見たいなというふうに思ってます。滞在日数も少ないので2泊しかできないんでね、そんなわけでもう間もなく着陸です。すでに飛行機も車輪も出してると思います。間もなくロサンゼルス国際空港に着陸。3レターは LAX ですね。まあ、ドジャーススタジアムとかのあるわけで、多分日本人も結構多いんじゃないかな。まあ、ほぼ毎日大谷翔平選手のニュースは日本でもやってますもんね。日本で一番ニュースで出てくる街がこのロサンゼルスなんじゃない、アメリカだと。まあ、政治関連で行くとね、ワシントン、ホワイトハウスとかだと思うんだけど、天気もいいですね、気持ちいいわ。ロサンゼルス空港ターミナル何個あるんだったっけ、めちゃくちゃ多いよね。確かユナイテッドとかが第7ターミナルとか使ってたと思うので、1日のフライト数もとんでもないぐらいあります。ちょっと風に煽られてる感じはしますけども、 ANA も東京羽田から1日2便、成田から1便飛ばしてるロサンゼルス。日本航空もね、羽田成田に加えて関西空港からも便飛ばしてるんで、いかに日本人が多く訪れるかってことが分かりますよね。
デルタ航空とかフェデックスの、ヨーロッパのエアラインも結構いろいろいたんですけども、ちょうどロットポーランド航空がいますね。787先々週かな、ワルシャワから成田で使いました。まあ、ロットポーランド航空もロスには就航してるんだけども、もちろん日本線のがね、距離も時間も長いです。あとはまあアメリカン航空とかかな。オペラハウスみたいな形してますよね、なんとなくね。ブリティッシュエアウェイズもいます。隣のアメリカン航空がいたので少しスポット前で待機していました。ようやく153番スポットに入ります。左右アメリカン航空ですね、どちらも。はい、ということでスポット到着しました。降機しましょう。飛行機降機しました。一応ね、機内の情報だとロサンゼルスの天気曇りって聞いてたんだけど、実際めちゃくちゃいい天気ですね。青空広がっています。ボーイング 787-8 長距離国際線使用機、まあ、184席使用のやつっていうのはもともと5機しかなかったんだけど、なんかメキシコシティ専用の 787-8 っていうのもなんか184席使用に改造されたみたいで、今合計9機あるのかな。まあ、それでもまあかなり珍しいですよね。まあ、ANA の国際線の787と聞くと、まあ、基本的にダッシュ9なんで、スタッカード仕様でね、ダッシュ8っていうのは結構貴重な存在ですね。東京羽田から10時間、お疲れ様でした。この飛行機またもちろん折り返しね、 NH125 便として東京羽田に帰ります。153番ゲートすでに ANA の看板も用意されてますね。まあ、折り返しまた羽田に向かうということで、もう折り返し時間多分2時間ぐらいあるんじゃないかな。ということで今回僕はこのままアメリカに入国します。ちなみにアメリカに関しては国際線同士の乗り継ぎであっても必ず一回入国しないといけないの でしかもね、西海岸の方はね、サンフランシスコもそうなんだけど結構入国時間かかるんですよね、ロスも。なので乗り継ぎがある場合はかなり余裕を持った予定立てておいた方がいいですね。アメリカの国内線に乗り継ぐ場合でも2時間から3時間は見てた方がいいんじゃないかな。1時間とかだと結構きついかもしれません、場合によっては。では今の時間が15時27分ですけども、入国までどれぐらい時間かかるか、入国審査行ってきます。アメリカ入国して税関も通ってきました。入国審査なんですが1時間かかりましたね。まあ、やっぱ大体どこの空港も1時間かかるとは見といた方がいいかもしれない。まあ、今回そんなに混んではなかったんだけども、やっぱアメリカ一人一人結構質問もされるんで時間かかります。僕もね、何しに来たのか、あと何日滞在するのか、どのホテル取ってんのか、まあ、そういったこといろいろ聞かれましたね。で今回あの滞在日数3日なんでめっちゃ短いなって言われました。まあそれぐらいです。はい、まあ、別にあの聞かれた英語にパンパンパンと答えると別に怪しまれることとかも特にないので、はい、あの別にアメリカの入国審査で今までなんか困った経験とかそういったのはないですね。うん、まあ、あの普通に英語聞き取れたら全然問題ないと思う。まあ、でも全く英語理解できないとかっていうのはちょっときついと思うので、まあ、ある程度ね、入国審査で聞かれる内容ぐらいのリスニングはできることをお勧めします。はい、これあれだね、ターミナルコネクターって書いてるんで、ターミナル間を結ぶシャトルバスですね。はい、で、あの今からですね、僕はあのユニオンステーション、まあ、ロサンゼルスの街の中心地、まあ、東京駅とか大阪駅みたいなところに移動するんですけども、まあ、あのおすすめの移動方法としてはですね、一つあのフライアウェイバスっていうのがあります。あの青い柱のところ、左のね、あれが目印、まあ、全ターミナルに停止するので、まあ、非常に分かりやすいんですけども、このフライアウェイバスを使うと大体35分で空港からユニオンステーションまで行けます。で、片道 9.75 ドルなんで結構安いんですよ。1500円ぐらいですね。往復割引とかは特になかったはずなんだけども、往復で買っても片道で買ってもどっちも 9.75 ドルになってます。まあ、これを使うのが一番いいと思う。もしくはもっと安く行きたいんだったら先ほどの
無料のターミナル間を結ぶシャトルバスを使って、ターミナル G っていうところに行ってください。で G で降りると、メトロがあります。確かグリーンラインだったと思うんだけども、そのグリーンラインを使って1回か2回乗り換えするとユニオンステーションとか、サンタモニカとかね、そっち方面に行くことができます。それで行くと片道 1.75 ドルですね。ただし地下鉄ちょっと治安悪いところ通ったりするし、あとまあアメリカ慣れしてない場合とか荷物多い場合、夜はねあんま使わない方がいいと思う。もうプラス8ドルすればね安全な直通のバス利用することができるので、まあ、個人的にはフライアウェイバスおすすめします。で現金決済はできません。カード決済もしくはアプリで事前に購入ですね。でアプリで購入をおすすめします。フライアウェイのアプリめちゃくちゃ分かりやすいです。もう本当もう会員登録とかする必要なく、もう3タッチ1分ぐらいでねパッとチケット買えるんで、ぜひあのフライアウェイのアプリを入れて、あとは各ターミナルに寄ってくれるんでね、あの青い柱のところで待っておくようにしましょう。30分から1時間間30分間隔で確か運転されてるのかな。今回もそれ使っていく予定です。まあもしくは Uber か、あとは、タクシー、そういったのを使って移動するという形になります。はい、ということで本日なんですけども、 ANA 使いまして東京羽田空港からロサンゼルスまで NH126 便プレミアムエコノミー使ってきましたけども、めちゃくちゃ快適でした。今回隣が空席だったということもありますけども、全く疲れないですね。正直ビジネスクラス乗った時とほとんどその疲れ度とかは変わらないぐらい、それぐらい快適に移動できたなと思います。CA さんもすごい声かけてくれてね、なんとかいらないですかとかね、深夜ちょっと起きてると飲み物どうですかとか、まあ、きめ細かかなサービス、まあ、その辺はやっぱさすが日系、ホスピタリティ溢れてるなとも思いました。まあ、あの実はですね、前から言ってなかったんですけども、僕あの ANA 国際線だけじゃなくて日本に就航している国際線全路線乗りたいなっていうのを思ってて、今順番に進めていってるところなんですよね。なのでまあロサンゼルス、他にもユナイテッド航空とかアメリカン航空、デルタ航空とかも就航してますけども、そういったエアラインの方もねいずれ乗ります。で日本航空に関しても関西空港ロサンゼルス線乗りたいなと思ってるので、まあ、それもまた近々乗れたらいいなと思っています。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。 ANA 使って東京羽田から NH126 便プレミアムエコノミーの動画でした。最後一気に4分ノーカットで喋ったんでちょっと疲れましたけどもね、この辺で終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。